教会っていうのは非常に恵みの満ち溢れた場所であってですね私はあの教会に来て変わっちゃったんですね皆さんの中にも変わった方多くいらっしゃると思うんですがそれは前に要するに人前が駄目だって言いましたけどももう一つ決定的なことがあったんですねそれは何かっていうと、ね、消極的もう何も自分からやらないどうしてそうなのかっていうとですね やって恥をかきたくないからで人に変なふうに思われたくないからそういう感じだったんですねあのそこはね一変しちゃったどうしてなのかというと教会に来てイエス様を信じて救われたってことはまず基本にあるんですが教会に来てですねいろんな奉仕をね私頼まれちゃったんですねまあ、簡単な石椅子運びからねいろんなことだったんですね で気が弱くてね、まあ、こかあの断れなかったってこともあるんですがそれをねどんどんやってったんですねだから保とののは恵みの大きなポイントだと私は思ってますそしたらですねやっていくうちにね解放されてきちゃったんですね。そしてですねそこからねあの何でもやることあの頼まれたことはやるっていう原則でやってたんですけど。 えっと聞き従うっていうところに導かれていて今度はシナを焼いたことに聞き従うという歩みに入ってたんですね。そうしますとね本来の自分の考えとか思いではなくてね神様の御心によって動くようになりますたら全く変わっちゃったんですね。そして、えっと、逆にです、ね、積極的なあるいは 行動的なな形にっっちゃったんでですねで私はですね来た時と一変いたたたししましたで私たちはですね個人の働きを始めてますしインターネットの働きを始めてますしさらに海外選挙を始めてますし出版とか新聞の働きをしてますしそれとともにですね音楽の働きをしてますし作詞作曲の働きをしてますし大きな形で動いてきたのですね。 そしてですね、えっと、フィリピンのですね危険な地域にも行きましたゲリラとそして政府軍がね戦争してる真ん中に入ったんですね戦況のためにですねでその時我々のジブニが行った時にですねこうやってそこでねこう機関銃かなんかをねフィリピン軍の兵士がこう構えてるんですよねそしたらこっちの方からタンクが出てきてですねそれで一緒にいたですね 自衛隊だった人は真、ねま、っ青になっていました戦闘の真ん中に入っちゃったんですねで、そういうことも何度かありましたそしてですね全く違った形になっちゃったんですね完全に変えられたっていうことですねまあ、特別な祝福がですね神様と教会にありますのでねどうぞそれらを見つつ見といていただきたいとこういうふうに思います